石垣優真は日本の俳優、タレントである。岐阜県生まれ、東京都練馬区で育つ。ホリプロ所属。練馬区立光が丘第二中学校、法政大学第一高等学校卒業。2000年、ホリプロ21世紀ムービースターオーディションで準グランプリを受賞し、芸能界デビュー。2008年11月15日、新宿区歌舞伎町の居酒屋で店員と口論となり、通報で駆けつけた警察官を蹴ったとして、公務執行妨害罪で逮捕された。その後、店員との示談が成立し反省していることを考慮され、起訴猶予処分となった。レギュラー番組を降板し4ヶ月間芸能活動を自粛していたが、その間に、実の父が心不全のために急死していたことも明らかとなった。特技は、テコンドーピアノ、アーティスティックスイミング。肉体美には自信があるようで、同世代の俳優には誰にも負けないと自負する。好きなアーティストは、倉木舞。亀が好きである。上戸彩は、地元の後輩で、家族ぐるみの付き合いをしている。家族は母、弟は、ジャニーズジュニアの石垣大介。岐阜には母の実家があり、祖母が暮らしているため、お盆や正月など年に何度か帰省している。ありがとうございます。